どうも皆さん、コンキキ、今日もアニメレビューの時間だよ。秋は芸術の秋なんて言いますけど、何か芸術的なことでもしますか？絵でも描いてみる？いや、私、絵はちょっと。お互い下手だもんね。頭の中のイメージは完璧なんやけどな、そのイメージを絵にできへんのよ。入力は完璧だけど、出力することができないって、パソコンとかに完全に負けてるよね。アナログ人間やからしゃあないんや。AI イラストが進歩してるけど、もっと人間と親和性の高い技術が進歩して想像しただけで絵がこけるようになったら面白いかもね。まだまだ先の話かもしれへんな。そんなわけで今日のレビューはこちら、ブルージャイアントだよ。お、これ今年の初めの方にやっとった映画やな。いや、ほんと私後悔してるんだよ。え、なんで？なんで私はこの作品を劇場で見なかったんだろうってものすごい後悔してる。出た、たまにリュウさんがやっちまうやつや。理想を言えば全部のアニメ映画を劇場で見たいんだけどね、タイミングとかで見逃しちゃうこともちらほらあるんだ。特に今年の初めの方は忙しかったから。それで見逃しちゃったんか。本当にやっちまったよ。この作品素晴らしい作品だったんだ。そんな分かりやすく褒めるところから始める作品を見逃したんか。映画冒頭から演奏シーンで始まるんだ。この作品はジャズを題材にしてる作品なんだ。坂道のアポロンみたいやな。ジャンルとしては坂道のアポロンに近いものがあるんだけど、坂道のアポロンの場合は登場人物たちが高校生だったけど、この作品のメインキャラクターたちは19歳なんだ。大学生ってことか。主人公は仙台の雪の降る河原でたった一人でサックスを吹いてるんだ。雪が降っているほど寒いはずなのに汗だくで、雪を溶かすほどの熱量を放ちながら彼はただひたすらサックスに向き合ってるんだ。おう、なんかすごそう。彼の目的、夢は一つなんだ。世界一のジャズプレイヤーになる。そんな彼の物語が描かれてると言っても良いんだ。ものすごいシンプルな感じなんやな。うん、作品のストーリー自体はシンプルでドストレートなんだ。それがもうまっすぐすぎて変に曲がるわけでもなく、一本の槍のように天高く貫いてる。なるほど。そんな主人公が上京するんだ。別にスカウトされたわけでもない。でも仙台では世界一のジャズプレイヤーに離れない。せやな、仙台いろいろと美味しいものがありますけど、漠然と世界一のジャズプレイヤーになるという夢だけが彼にはあるんだ。上京すれば、都会に行けば、東京に行けばそれが叶う。そんな思いが彼の中にはある。すごいな、若さゆえの無謀さというか無鉄砲さというか。序盤は本当に無計画なんだ。東京に住んでるかつての同級生の家に上がり込んで、日雇いのバイトをしながら河原でサックスを吹き続ける。見てる側が不安になるほど無計画なんだ。若さやな、もう少し大人ならここまで無計画には行動できへん。無鉄砲で無計画、そんな若者の泥臭く男臭い物語が始まるんだ。なんかええな。ジャズは一人ではできないんだ。ソロプレイヤーもいるけど、サックスだけではなくピアノもドラムも必要なんだ。バンド仲間探しか。その通り。彼はとあるライブハウスで出会ったピアノの音に心を奪われるんだ。天才的なピアニスト、そんな天才的なピアニストはジャズで勝とうとしているんだ。勝つ負けるの話なん？音楽を続けるのは現代では難しいんだ。経済的な理由もあるし、音大に行ったとしてもプロの演奏家になれるとは限らない。たとえバンドを組んだとしてもヒットして誰もかもが紅白に出れるわけでもない。厳しい世界よな。そんな音楽の世界、マイナーとまでは言わないけど、メジャーとも言えないジャズの世界で生き残り続ける。勝つことは夢物語でもあるんだ。生き残り続けることが勝つってことなんやな。天才的なピアニストは、そんなジャズで勝とうとしているんだ。本物の音で、本物のジャズを、本当の音楽をやろうとしてる。クールそうに見えるけど、心に秘めた思いは熱いな。そんな彼に主人公は挑むんだ。今できる自分の音を、思いをサックスで表現しぶつけてくる。おお。この演奏シーンが本当に素晴らしいんだよね。おそらく。ロトスコープか何かを使ってるとは思うんだけど、ただ棒立ちでサックスを演奏するんじゃなくて、全身を使って音を奏でてるような演奏の動きの表現の生々しさがすごいんだ。バンドアニメでもいろいろな演奏シーンがありますけど、体動かしまくりながらってのはなかなかないな。動かしすぎるとダンスになりますし。そこなんだよ、決してダンスではないんだ。あくまでサックスを演奏する上の動き。そんなサックスに演奏する上で必要な動きから漏れ出たかのような彼の表現は体の動きに出てるんだ。アニメーションでの表現がすごいんやな。サックスの音もただ流してるんじゃないんだ。吹く前の息遣いまで感じさせることで、ただ収録した音を流してるんじゃなくて、主人公が実際に目の前で演奏しているような錯覚を生むんだ。すごい。主人公はある種の天才なんだ。彼は3年前にサックスに魅了されて、ただひたすら3年間演奏し続けてきた。そんな3年で培った技術にピアニストは魅了されるんだ。おうおう。そんな主人公の熱量に周囲の人間が影響されていくんだ。天才的なピアニスト、ジャズバーの店主、そして主人公の同級生。主人公が上京して転がり込んだ先の同級生ですか？うん、彼は漠然とした都会への憧れから東京の大学に進学して上京したんだ。女の子にモテたい、そんな横島な思いもありつつ、でも
理想と現実との違いに悩んでた。大学生あるあるやな。そんな彼が主人公のサックスと出会ってしまうんだ。彼の演奏に合わせてドラムの真似事を頼まれて、そんな真似事とサックスによるセッションジャズの世界に彼も魅了されてしまうんだ。同級生メインキャラクターなんか。この作品は主人公天才的なピアニスト、そして同級生である玉田の物語なんだ。私はこの3人の中で一番玉田が好きなんだ。リュウさん、夢も希望もないような大学生の物語、モラトリアムみたいなキャラ好きやもんな。彼は完全にド素人なんだ。ジャズも知らない、楽器さえ演奏したことがない。でも彼はジャズにドラムに魅了されてしまった。一度音楽に魅了されてしまった人間は呪いのごとくその魅力に抗うことはできないんだ。呪いとまで言いますか。わざわざローンでドラムセットまで買って音楽教室にまで通い出すんだ。毎日部屋で毛布をこむって練習して二人の天才にしがみつこうとしてるんだ。おうおう、10代の男の子。そんな男の子がやりたいことを見つけたんだ。どこにぶつけていいかわからなかった自分の中にある熱、そんな熱量を解き放つ場所を彼も見つけてしまったんだ。主人公の熱が伝染したんやな。行き場のなかった思いを鬱屈とした現実を、それぞれの夢を叶えるために彼らはジャズと向き合ってる。そんな若さと男臭さを感じるようなストーリーにニヤニヤしちゃうんだよね。たまらんな。玉田は最初天才的なピアニストに否定されるんだ。自分たちのバンドにはいらないって。まあそらド素人やもんな。主人公は3年、ピアニストは14年、音楽と向き合ってる。そんな彼らに初めて数日の男がついていけないのは当たり前なんだ。せやな。でも彼は音楽に魅了されて、ジャズに魅了された。そして主人公のサックスにも魅了されたんだ。だからこそ彼とバンドを組みたい、彼と一緒にやりたいという思いがある。熱い男や。毎日毎日豆ができてもその豆の上から豆ができるまでドラムを叩き続けるんだ。そしてそんな努力が認められる。おうおう。3人の初めてのライブ、お客さんはたった4人なんだ。そんな4人の前で彼らはかっこいいジャズを披露してくれるんだ。あかん、ワクワクしてきた。3人が奏でる音、それぞれが際立って聞こえるんだよ。そんな3人の思いが、3人の熱量が積み重なったライブはマグマのごとく煮えたぎったような音なんだ。熱量がやばい。その演奏中の玉田の表情がいいんだよ。天才2人の前に初めて3ヶ月の玉田はついていけないんだ。必死に振り落とされないように悔しい気持ちをこかえながらも食らいつく様と、ライブ後の落ち込んだ表情、そして自らバンドを抜けると言い放つ彼に胸を打たれるんだ。実力の差を実感してしまったんやな。でも2人は彼の演奏を認めてくれるんだ。ミスはあった、でも思ったよりは良かったって。くさ、思ったよりはなんか。天才的なピアニストが褒めてくれた、主人公が自分を信頼してくれた、そんな思いに言葉に彼は涙を流すんだ。玉田ええキャラやな。もっと上手くなりたい、もっとジャズをしたい、もっと2人についていきたい、2人に負けないようにバンドをやっていけるように、今までやってきた何かのようにただ流されたんじゃない、自分がやると決めたことだからこそ貫き通したいんだ。玉田、一人の天才と一人の努力と一人の素人、そんな3人のライブに見てる側も魅了されるんだ。それは作中のお客さんたちも同じなんだ。最初はたった4人のお客さんしかいなかったライブが32人に徐々に増えていく。おお。そして3人は目標を決めるんだ、有名なライブハウスに出る。それがそれぞれの夢への第一歩でもある。わかりやすいストーリーよな。主人公には夢があって、その夢のための仲間が集まってライブをして次の目標に進むって感じで。うん、最初に言ったように物語はドストレート、でもその中で光るアニメーションによる表現とキャラクター描写が秀逸なんだ。なるほど。彼らは小さなフェスに出るんだ、でもあくまで若いバンドだからで人気な人の前座でしかない。なんか悔しいな。うん、彼らもそうなんだ。悔しい思いがある、前座なんかで終われない、だからこそ自分たちの全力をぶつける。おお。自分たちの音を、本物の音を、努力の音を、本当のジャズを鳴り響かせるんだ。序盤よりも大胆な動きで演奏をしていることを見て聞いて感じられる。3人の成長が、バンドとしての完成度が上がってることを感じるんやな。そんな演奏シーンをより激しいカメラワークで見せてるんだ。アニメという表現だからこその大胆とも言えるような動かしまくるカメラ、そんなカメラの動きがジャズで言うならばスウィングのごとく彼らの音にさらわれるような感覚になるんだ。音の波に飲み込まれる感じなんか。彼らの中にある熱、彼らの若さ、がむしゃらな演奏にもうニヤニヤが止まらないんだよね。リュウさん、この作品ほんまに好きなんやな。そんな中で彼らが目標にしている有名なライブハウスの人が彼らのライブを見に来るんだ。おお、どんどん拍子やな。でも挫折は必ずある。え、ライブハウスの人は主人公と玉田を褒めてくれるんだ。玉田、素人の玉田が褒められたんか。でも天才的なピアニスト澤部は否定されてしまうんだ。え、なんで。彼の演奏はどこか透かしてる感じがあったんだ。それは彼のキャラクターにも現れてる。自分をかっこよく見せて努力してる部分は見せない、自分を天才的なピアニストに見せるために彼は虚勢を張ってたんだ。
若いわ。眩しいくらいに若すぎる。14年ピアノをやってきたというジェフ。他の人より上手いというジェフ。それは若さゆえのおごりで、同時に音楽で勝ち続けたい彼の虚勢でもあるんだ。どこかで自分のダメなところは気づいてたけど、それを隠すために虚勢を張ってたんやな。他の二人も同じなんだ。彼らは後がない。主人公は日雇いバイトで食いつなぐ日々。玉田に至っては大学を留年しちゃってる。あらら。でも彼らには今立ち向かわないといけない音楽がある。ジャズに魅了されてしまったからこそ、音楽というものにとらわれてしまったからこそ、三人は自分と向き合うんだ。ええー、なあ、青春って感じや。澤部も変わっていくんだ。自らの内面を、かっこ悪い自分を、努力している自分を、がむしゃら無鉄砲な二人のように、自身の内臓をひっくり返すような演奏を求めていく。澤部ええキャラやな。彼の一人での演奏が素晴らしいんだよ。彼は、自分をかっこよく見せる演奏をしてたんだ。でも、終盤での彼の演奏はまさに、内臓をひっくり返すような演奏なんだ。おお。今までの彼ならありえない音楽を表現するために、主人公のように体ごと演奏する姿、スタンディングでの演奏シーンは彼の人生を表現するかのようなんだ。すごいね、この作品。でもそんな夢の途中で澤部は事故に遭ってしまうんだ。このあたりの展開はちょっと個人的には韓国ドラマみたいだなって思ったよ。くさ、あるあるやな。ライブを前に右手がズタボロになってしまったピアニストだけど、彼らには夢見たライブハウスでのライブが控えてるんだ。どうするん。この続きが気になる方は本編で。めっちゃ気になる。メインキャラクターの3人、同じ年齢の3人の若者の物語をジャズを通して描いている素晴らしい作品なんだ。ストーリーはまっすぐやし、途中韓国ドラマみたいな展開があるのは少し気になりますけどね。そこはちょっとね。でもそんな展開があったからこそのラストのライブとエピローグが本当に素晴らしいんだ。めっちゃ気になるわ。主人公澤部、玉田、音楽をやってた人ならこの3人の誰かに思わず共感して感情移入しちゃうんだよね。3人のキャラクター描写が秀逸なんだ。リュウさんは玉田推しになってしまったんやな。アニメーションによる表現もすごいんだよね。作品全体の3割か4割くらいはライブシーンで、常にジャズが流れ続けてる。そんなジャズを場面ごとに、それぞれの今の技量ごとに表現を変えてて圧倒されるんだ。リュウさん、これだけ音楽の表現が素晴らしい作品を劇場っていう最高の環境で見逃したんか。いや、ほんと後悔でしかないよ。この作品は家の普通のヘッドホンやスピーカーでは 100% 味わいきれない。映画館のあのクソデカスピーカーで味わうからこその作品だったと思うんだ。惜しまれるな。リバイバル上映みたいなのを一部の映画館でやってるみたいだから、レビューを見て気になった方はぜひ劇場に訪れてみてね。ほな、また次回。じゃん。